はい、ビスケで作成やっていきますということで、今までありがとう、洗濯券解説いていないと思います。いやー、今までありがとう書いてあんの、ちょっと泣きそうだわマジで。ちょっと連続で撮ってるんで余韻冷めやらぬって感じなんですけど、はい、解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあこんな感じのキャラが入っておりますので、まあ、いつも通り上から行こうかな、はい、と思ってます。まあ多分 4キャラぐらいいたと思う、うん、って感じです。はい、で、まあ、まずまあ別にいらないけど、レアキャラ度で言うとエクソシストです。はい、こいつほとんど選択権とかで選べる状況とか、まあ、ほぼなく、なんかのチケットで上位のレアリティ引くしか入手方法なかったんですけど、うん、っていうのが、まあ、選択権で手に入ってるので、はい、これは、まあ、持ってない人めっちゃ多いと思うけど、うん、もう集め尽くした人はね、選ぶ人多いのかなっていう、はい、感じがするキャラでございます。はい、まあ、強くはないですね。はい、で、まあ、この辺はまあいいか、まあ、ギリタコさんって感じ、うん、まあ、でもタコさんももうキャラ揃えられてると思うから使わないかもね。まあ、個人的に熱いのは、まあ、シラスのね、シラスの最強キャラ。シラスの最強キャラの立川ですね。まあ、店名なんでやらないと思うけど、うん、立川は俺選びたいなって思ってます。はい。で、絶賛大活躍中のグッサンですね。マントル強化と、うん、まあ、サイキッカでもめっちゃ強かったっていう、はい。アプリで、今大活躍してるって感じですね。まあ、この辺も出てきたら活躍してほしいよね。この辺の3人ね、はい、期待しております。はい、で、まあ、ちょっとアプリの話を置いといて、まあ虹谷もさすがに持ってるかな、さすがにみんな持ってると思うけど、うん、まあまあまあ環境キャラという意味では、はい、虹谷くん入っております。はい、お姉ちゃんもね、はい、言えない環境キャラね。はい、でドーモンはまあエジプトやんないからまあいいけど、うん、あと1で50なんでねっていうのはあるっていう感じです。はい、まあレア度で言えば、まああと砲丸投げとかかな、まあ、バレンタイン走った人は持ってるって感じか。で、筋力お化けです。はい、まあ、こいつもまあエクソシスト的な、まあ一番レアなのはマジでエクソシストなので、うん、って感じです。はい、で今日新キャラが来たカリーナですね。はい、みんなはこっちじゃ使いません。はい、連れてこのチケットを持ってきたいぐらいな感じだけどね。はい、感じです。で、まああとはまあこの2人がね、怪しいものの方が優先度低いか。うん、広角砲だとまあ電磁持ってる人はまあほぼ電磁だと思うので、うん、で、まああとタマちゃんはやっぱ結構使えると思うんでね、総力型っていうのも強いし、うん、まあ、一応黄色の石くれるので、まあ、その辺も強いかなって感じです。はい、あ、レア度で言ったらこの子もか、入ってんだね、いいんだ。いいんだってキャラがいます。あ、まあいいんだで言えば、まあ、萩原とかもか、この全力、なぜか全力のキャラたちがいる、ちょいちょいいるんですけど、はい、って感じです。はい、で、まあちょっとキャラ足りず環境入りとまではいかなかったけど、強い高原ですね。はい、緑2個っていうのが、まあ、唯一、デカ緑2個っていうのが本当唯一キャラで、うん、肩キャラっていうのも強いんで、うん、本当はめっちゃ強いですけどね、ちょっと、その分の黄色供給が、かぐやとかね、デカ黄色2個持ってるかぐやとかが全然いないので、うん、って感じかな。まあ、あと、汎用性で言えば、まあ、イルカとかね、イルカは、まあ、店名は使えないけど、まあ、シラス使える、フリートの野手でもいける、うん、こういうキャラ扱いなので、うん、まあ、割と最近の高校を遊べるキャラにはなってるかなっていう、はい、感じです。はい。で、まあ、地味にずっと強い石座演武とかね。石座演武もういいか。はい。まあ、大筒来てれば、まあ、社長とかも良かったんだけど。まあ、あと中継ぎ大エース、まあ、中継ぎ大エースっつっても使わないと思うけど、
虹谷とチェンジして遊べんのかな、フリートって。まあ、ちょっとその辺は、まあ、試してみたくはあるっちゃあるけどね。うん。っていう感じかな。まあ、あとスペックだけで言えば野球マスクとか、まあ、この辺はまあ持ってる人多いんじゃないかなと思うので。うん。まあ、あともうちょいで解放できそうとかあったら、まあ、ヒルちゃんとかって感じかな。なんで全力いるんだろう。ああ、大トルカね。懐かしい。懐かしい。大トルカ好きなんですよね。好きです。以上。まあ、パワーコーコラボも、ちょいちょいいるんだね。パワーコーコラボ、ポケコラボ。シアンとかもね、シアンがちょっと思いのほか、サクスペは活躍しなかったよね。って感じかな。まあ、なんで、まあ、おたまとか、虹谷とかぐらいかな。まあ、持ってれば余裕。まあ、俺みたいに、まあ、立川とかがちょっと節約して引いてないとかがあったので、まあ、その辺が欲しかったりする人はって感じかな。なんで、まあ、一旦、まあ、様子見た方がいいと思うけどね。この11月のこのガチャが、あの PSR ハゲの可能性全然あるので、うん。ループとかでしかもね。はい。あるので、まあ、そっちにめがけてもいいのかな、みたいなのはある。月またぐまでね、ちょっと待ってもいいのかなっていうのは、はい。あるって感じでございます。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。もう名前が泣けるっていう、この今までありがとう PSR 選択権ガチャ解説でございました。はい。ぜひチャンネル登録と、この動画の方よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。皆さん以上、お過ごしください。